どうも皆さん、こんにちは。おはようございます、こんばんは。はじめまして、井上雄一です。今回、動画を作る機会を、いただきまして、それで僕の好きなものをどんどんアップしていこうかなと考えています。というわけでですね、僕の好きなものの一つでゲームがありまして、それはこういうビデオゲームとか、あとはアナログゲームとかも好きなんですけども、それをまずちょっとどんどん紹介していければなと考えています。というわけで、今回、やってみようと思うのは、このデッドバイデイライトっていうゲームです。ご存知の方もいるのかな？いらっしゃらないかもしれないんですけども、まあ、どんなゲームかっていうと、この生存者4人と、殺人鬼、キラーの一人で、まあ、鬼ごっことかをして、生存者側は、エリアから脱出する。キラーはそれを阻止するっていう感じのゲームです。まあ、百聞は一見にしかずだと思うので、まずはやってみようと思います。まあ、このゲーム、もともと僕、プレイステーション4で、3年ぐらいやっていたんですけども、今回動画を作るにあたって、パソコン版を買いまして、1から、やっていこうと思います。なのでその超絶プレイとかそういうわけではなくて、普通に楽しんで見ていただけるものが作れればなと思います。とりあえずまあ一丁行きますか。はい、というわけでまずは、サバイバーでプレイしていこうと思います。ですね、本当ほぼほぼ初心、あ、こんにちは。ほぼほぼ初心者でやっていきます。なんだよ、まだこう操作方法もおぼつかなくてですね。で、何なんだ、なんかカホーンって音がしたぞ。なんだなんだなんだ。何をするのかっていうと、このサバイバーはね、脱出するためにこのマップ内にある発電機があるんですけども、発電機を4つ、あ、5個修理して、おー、なんだこれ、5台修理して、よいしょ、ここか、こうやって修理していくんですけども、この発電機を5台修理して、脱出ゲートを開くっていうのが目的です。で、今回ね、なんだろう、このホホーンって音がするんだけど、普通にやっても面白くないので、ああやって発電機が1個ずつ直っていきます。この5台を、なんだ叫んだぞ。どこまで発したっけ。そう、発電機を直してゲートを開いて脱出するっていうのが目的です。で、普通にやっても楽しくないので、今回このゲーム、パークっていう、なんかこうゲームを有利に進めるためのスキルみたいなのがあるんですけども、なんだら、おお、それを全くつけないでやってます。なので本当ね、こういう怖い場所に、ホラースポットに取り残された生存者感覚でやっています。お、これはいけるのでは。ああ、なんだ、あ、これ多分ね、キラーはドクターっていうキラーで、こう電磁波を電気を当ててこうサバイバーをビリビリさせるっていうことができるキラーですね。なので、もうな、怖いな怖いな。大丈夫か。お、宝箱があったぞ。何？おお、心音がする。なんかドキドキする、ドクドクする音がすると、近くにキラーがいる。いたよ、そこにいたよね。今一瞬見えました。今いたんで、ああ、追われてる。ほら、これこういうキラーに追われるんですよ。で、追われて、いった。こうやって殴られたりするんですけど、ここから逃げて、うまく逃げられる逃げられる。めっちゃ追ってきてない、めっちゃ追ってきてない。大丈夫、追ってきてない、逃げた。こうやってですね、脱出しなきゃいけないんですけども、うわー、怖えな。もう、もう、なんだなんだ、心音がまだするぞ。ああ、びっくりした。わ、びっくりした。普通にびっくりしたわ。そのパークっていうスキルをつけないと、全然こうね、ゲームを、ああ、捕まった。嘘でしょ。こんな感じで捕まったらですね、こう逃げるか、ね、
フックに吊るされる、吊るさられ、吊れ、吊られるんですよ。どういうことか、お、逃げれた。あばよ、暗いな。とりあえず逃げよう。この、危ない、普通にびっくりしたわ。普通に初心者みたいな。あ、これはこんにちは皆さん、これ修理しましょうね。キラーはそのプレイヤーを処刑します。サバイバーを処刑してやめて、妨害していくんですけども、なんとあそこに、で、とりあえずこれは直せるかな。こうやって発電機をどんどん修理して、うわー、目の前いる。さあ、ダウンしました。こんな感じでですね、うわ、プレイヤーはこうし、この近くにね、こういうね、今回そうかな、こうフックに吊る、こういうね、フックに吊らされて、その暗黒の神様みたいなのにね、生贄捧げられちゃうんですけども、それをされる、全員がそう処刑される前に発電機を直して逃げるっていうのはちょっとね、サバイバーの目的なんですけども、ありがとう、助けてくれてありがとう。とりあえず逃げるぜ、俺は逃げるぜ。おいおい、怖いな。ここの発電機を直しちゃおう。あ、でね、こうね、友達が、友達、フレンドがこうね、怪我を直してくれたりするんですけども、おお、怖い。で、なんとかね、このまま、これはうまく脱出できるんじゃないか、頑張ろうぜ。あ、みんないるのね。じゃあ違うところ行こう。こんな感じでゲームを進めていくわけなんですけども、これ何の情報も増えてないね。とりあえずこういう、とりあえず怖いゲームです、怖いゲームです。なんだ、みんな叫びまくりじゃないか。というわけでして、そのまさかの初回の動画がキラーのネットワーク切断によるマッチ強制終了という感じで終わってしまいましたが、こんな感じのゲームです。いいのかなこれ、大丈夫か。でもネタとしてはあり、幸先不安ですけど、こんな感じでゆるーく動画をアップしていこうかなと考えています。よかったらまた見てね。ではまた、バイナラ。